はい、ガッチャンです。ちょっとお周りがね、今日は13目で、ごめんなさい。今日4、5、5日目ですね。5日目 XM3 体験をお話します。まあ、2日目以降、それほど大きな変化を感じてないんですが、なんかね、わかる。私もね、顔がスッキリしてきた気がする。なんかね、不思議なね、満足感というか、まあ、最近はお腹減ったことを感じないから、お腹減ってるのを忘れてるというか、食べたいっていう衝動を忘れてるような感じです。まあ、そんなわけで、体重こそ測ってないんですが、確実に結果は出てきているような気がします。今日はちょっと手短ですが、そんな感じで。準備を終わりにしたいと思いますが、そうですね、私の周りの人が私の変化にちょっと気づいてきた気がします。だんだん楽しみになってきました。ガッチャンでした。